こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、おかみの木下紅子です。こちら側から失礼いたします。足が疲れます。着物を着て足が痛いんですけど、なんか解決策はありませんか？ということでお問い合わせをいただきましたので、今日は着物の時の足の疲れということについて解説をしていきたいなと思います。この動画を見れば、足がなんとなく痛いということの原因がね、何なのかというのをきっとご自身なりに掴んでいただけるんじゃないかなと思います。まず足が痛いというのはね、全体の、現象ですよね。なぜ足が痛いのかっていうのは、大きく分けると理由は2つに分かれるかなと思います。1つ目は足袋が原因なんではないかなということ、で2つ目は草履由来の原因なんじゃないかなということで、後から一番最後に私自身の経験のこととかもね、お話ししていきます。足袋が原因で足が痛い、疲れちゃうっていうことはどういうことかっていうと、おそらく足のサイズに足袋が合ってないんじゃないかなって思います。痛いと疲れるっていうのはイコールじゃないと思っている方多いんですけれども、痛いということはストレスなので、ストレスがやっぱりかかると人って疲れるんですよね。なので痛いと割と疲れるっていうのはイコールだと私は捉えています。足袋がね、足に合ってないというのは、この長さがね合ってないとか幅が合ってないとかっていうこともあるんですけれども、実はこれね、私が愛用している足袋まだ履いてないんですけれども、これね、指の股のところからこの指先の親指のここの長さ、あるいは他の指のここのこの股のところからこの長さっていうのが、実はメーカーさんによってね、結構違ったりしてるんですよね。私はこのメーカーさんはこの指の股からこのつま先のところまでの長さっていうのは全然痛さを感じないんですけれども、別なメーカーさんの足袋だとすごい痛かったりとかします。もうこれはね、どれがいいのかっていうのはご自身で試してみなければわからないんですけれども、実は意外とここの指の股から指先の長さが合ってるか合ってないかっていうのは結構盲点なんじゃないかなって思います。足袋ってなんとなく、足袋に限らず大きいものはなんとなく大丈夫、使いやすいとか、なんとなくなんとかなるというふうにね、思っていることが多かったりとか、実際そうだったりすることもね、もちろんあるんですけれども、足袋に関して言うと小さくても大きくてもすごく足が疲れます。まずちっちゃいと痛いっていうので疲れるっていうのは分かると思いますけれども、大きいと中で足が滑ってしまって動いてしまって、やっぱりね、それもね、疲れということにね、直結してしまうわけです。そのあたりもね、ぜひちょっと頭の中に入れておいていただければと思います。あと先ほどサイズが大きいと足が滑っちゃうというお話しましたけれども、素材によってやっぱりね、滑る素材の足袋というのも、ポリエステル系が入っている足袋というのはちょっとね、滑りやすかったりとかするので、滑るとどういうことかっていうと、指のね、股のところにすっごく力が入ってちょっと疲れちゃうということにね、つながっていきます。それからこの足首周り、この足首周りのところもやっぱり大きくてもちっちゃくても圧迫感があったりとか、ガバガバしてたりとかすると、ちょっとそこが気になったりとか、足にフィットしてないことによって疲れがね、生じやすくなってきます。足袋由来の疲れっていうのはそのあたりになりますね。続きましては、履物が原因の、履物由来の、疲れというのは、まずは私は慣れ、履物に関して言うと慣れもね、だいぶ大きいんじゃないかなと思うんですけれども、実は靴に比べると、靴に慣れてる方からすると履物の大きさっていうのはちょっとちっちゃく感じるかもしれませんね。かかとが履物よりかも少し出ていると、出ている方がジャストサイズになります。かかとと履物のサイズが同じだと、実は履物を敷き込んでしまったりとか、足の方がちっちゃかったら本当に着物を踏みやすくなってしまうので、履物の大きさよりもかかとが少し出るぐらいの方がジャストサイズになります。多分お洋服の場合、普通の靴だとだいたい後ろ重心になることが多いと思うんですけれど、後ろ重心のままお草履を履くと、多分ね、かかとが痛くてすっごい疲れやすいんじゃないかなと思います。ぜひね、前重心、つまり指の股のところ、ここですよね、ここのに重心を持ってくるように意識していただくと、このあたりはね、だいぶ変わってくるんじゃないかなって思います。足を入れるところがあります。あそこがツボって言うんですけれども、履物のそこのね、ツボが痛かったりとかすると、やっぱりすごく疲れやすかったりとかするので、足袋と一緒ですけれども、大きくてもちっちゃくてもダメ。それは履物もツボのね、あたりも同じことで、緩くても疲れるし、きつくても
ても疲れる。なのでご自身ね、良い加減のお履物というのをいい感じで告げていただくか、このメーカーはありと間違いがないというところをね、見つけていただくということがね、重要なのかなって思いますね。あと先ほどかかとがね、出ると疲れやすいということで申し上げましたけれども、脱いだ時は幅がね、狭い方がすごくかっこよかったりとかするんですけれども、やっぱり足のね、サイドの部分が履物に乗らずに落ちたりとかすると、やっぱり、その人の重心具合にもよりますけれども、やっぱりね、ちょっと疲れやすかったりします。なのでぜひね、前重心心がけてみてくださいね。私は今、一日どんなに歩いても歩きすぎて疲れるということはありますけれども、足が痛くて疲れるとか、足がすごい疲れちゃうっていうことはほとんどないですね。ただ、私が自身が履物ですごく疲れていた時は、どういうことが原因だったかっていうと、まずサイズが合ってない足袋を履いていた。足袋の中で足が動いて疲れちゃっていたということがありました。あとは、私は今そこまでは疲れませんけれども、足袋の汚れをカバーするための足袋カバー。これはね、ポリエステルの素材なので、基本的に割と滑りやすいんですよね。それで、滑って足が疲れちゃったということもね、ありました。あとは、母から、もう着物始めたばっかりの頃ですけれども、母から譲ってもらった草履っていうのは、もうね、かかとの帰り、その履いた時の多分芯の素材だと思うんですけれども、そのすごくね、ダイレクトに足の裏に疲れが来ちゃって、すごく疲れましたし、それから鼻緒がすごく細くって、もう本当に母の私履き物、足のサイズ同じなんですけど、私はその時、すごく足が疲れたなというふうな感じで感覚を覚えていたので、ちょっとね、シェアをさせていただきます。私が足の、ね、疲れから解放されたっていうのは、先ほどもちょっとお話しましたけど、やっぱり、前重心です。前重心を心がけて、自分がある程度できるようになったら、足の疲れっていうところからはだいぶ解放された気がするので、ぜひね、前重心、ここ重心です。ここ重心、ぜひ心がけてみてください。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども、着物の書籍も出版しています。新しい着物の教科書、きちんと身につく着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけますと幸いです。私の着姿はインスタグラムでもご紹介しています。よかったらチェックしてみてくださいね。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。